明日から7日間出張になっちゃったんだ。毎日テレビ電話するよ。メールがあってさ、検査の日間違えてたみたいで来週また出直してくるって。バカだよな。バカだな。テレビ電話が出てりゃ女房と繋がってると思い込んで。そんなの。遅刻だけど新幹線取ったから。